今日も比江島、イカルガ、ニュービル、エドワーズ、フォトゥというおなじみの5人となりました。もうこの辺は固定と見てブレックスは大いいですかね。絶対的な存在感健在、ジョシュア・スミス、そしてディフェンス注目です、坂本聖我。まずはベンチメンバーから紹介がされました。ハイポスト、少しスミスが手をかけました。外から狙ってきた、おー、決まった、ジェレット。外側、比江島、アタック、切り返して、おー、エドワーズ。このですね、ミドルと呼ばれる真ん中を割っていってシュートフェイク、ステップスルー、ファールをもらっての、遠藤、ここもスイッチした、外から打ってきた、遠藤は来ませんが、あ、ここもか、いいフェイク。そしてバスケットカウント。宇都宮の方は今ボールを持っているのがニュービル、そしてコーナーを取った斉藤です。そしてフランス、かなり遠いところから飛んでいきました。タレント豊富な選手いっぱいいますんで、はい、ニュービル転がってきたところがジェレット、前にはソアレス、3秒、2秒で打ってきた、ニュービル。ニュービル、ここもスイッチしてスミスがついている、サポートに行ったところ、遠藤2本目くるか、来た、アンダーと言われるディフェンダーが下を通ってきましたので打つべきショットです。比江島、ここからアタックか、ナイスアシスト。比江島と須田、から前に送った、インサイド、ギャビン・エドワーズ、さらにバスケットカウント、ジョシュア・スミスはファウル4つ目です、遠藤祐介、よく見ましたね、これ、しかもファウルをもらいながらも、攻めていきます、まだある、比江島、アタック通過、キックアウト、パスフェイク、遠藤、いやー、パスフェイクで勝負ついてましたね、あー、受けない。ここも2人で囲みに行く、スラに対してターンオーバー奪った、そしてニュービル、中東から伊藤達也のドライブ、オープンになる、打ってきた中塚、この後ですね、しっかり放った後、ジェロック選手の接触がファールだったという判定です。最年少得点記録も更新、ここでゲームがフィニッシュとなります。よく決めましたね、渡辺太、最後にドルフィンとしても盛り上がるシーンを作りました。